皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、魔法使いな、こちらの VTuber のフィギュアです。ホロライブプロダクション、ポップアップパレード、紫しお。それでは、サイトへとジャンプ。今回はアミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。ホロライブ2期生の大人気 VTuber である紫しおんがお手頃価格なポップアップパレードのフィギュアとなりました。きた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 、ホロライブプロダクションに紫しおんという大人気 VTuber がいるんですけど、ホロライブでは2期生となるバーチャル YouTuber なんですよ。魔法使いという設定なので、衣装は魔女をイメージしたデザインとなっています。子供っぽい言動や生意気に煽ったりするので、クソガキと呼ばれることもあるそうです。実は優しくて真面目な良い子というギャップが、とても可愛い女の子なんですよね。ゲームや歌、おしゃべりが大好きで、リスナーのコメントを拾いながら楽しそうに配信しています。ホロライブたらし四天王の一人で、無自覚に相手をたぶらかし行為に落とす悪癖があるそうなんですよ。同僚程度の距離感が最も苦手らしく、コミュ障という一面もあるそうです。ギスっておきながらあっさり視聴を180度ひっくり返すこと、手のひらドリルと言われています。本人は名門の出身で、クロマ術を得意としているらしいです。そんな紫しおんちゃんが、今度お手頃価格なポップアップパレードのフィギュアになるみたいなんですよ。気軽に飾るので、しおんちゃんの生配信のお供にしています。これが君の愛なんだね。ビジュアルイラストをモチーフに、立体化されていますよ。腰をくねらせてピースをしている。とってもセクシーなコージングです。もしかしたら色かな魔法を放っているかもしれません。まあ油断してこいつの罠にはまってしまったわ。魔女風な衣装に帽子も丁寧に作り込まれています。お手頃価格ながらもフリルや装飾など忠実に造形されているので、しおんちゃんの魅力や可愛さが引き立っていると思います。クロマ術が得意というのにも説得力が出てきますね。粉砕玉砕大喝采。髪の毛先やスカートのふわっとしたなびき具合も表現されています。ちょっとした躍動感も伝わってくるのではないでしょうか。お部屋の机や棚、それに職場のデスク周りなどに飾っておけば、いつでもそばにしおんちゃんがいてくれる気分を楽しめちゃいます。しんどい。推しが頻繁に狂気をくれるのとあたいしんどい。美しい首やスカートから覗く太ももなども柔らかそうですべすべな感じが表現されています。スカートは短くひらりとしているので、もう少しでパンツが見えちゃいそうです。くびれに太ももなど色気たっぷりで、しおんちゃんに魅了されること間違いなし。いやいや、こんなのに引っかかるのはあんただけでしょ。しおんちゃんの生配信をする際にも、このフィギュアをそばに飾っておけばより楽しい時間を過ごせそうです。また別売りのホロメンのポップアップパレードと並べれば、コラボ配信を視聴している気分を楽しめるかもしれません。しおんちゃんをお気に入りの場所に飾ってあげてください。君もファンになったかな。こちらのフィギュアは7月に発売です。そしてお値段は4950円です。このフィギュアをお迎えしたら、しおんちゃんをおそばに飾って SNS などで広めてあげてください。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。